映画ワイルドスピードに登場する車を紹介。ということで今回取り上げるのはワイルドスピードです。車好きの人なら大好きな映画ワイルドスピード。2022年現在、スピンオフも含めると10作品も制作されている人気シリーズです。さらに来年と再来年にはシリーズ新作の公開も予定されている大ヒット映画でもあります。まあ、今回はそんな人気シリーズの始まりとなる映画ワイルドスピードに出てきた車を紹介したいと思います。まず映画の冒頭でいきなりトラックを襲った車はホンダのシビッククーペです。このシーンは監督は西部劇からヒントを得たそうで、このホンダシビックを馬に見立てたつもりで撮影したそうです。続いて登場するのはこの作品の前半の目玉の一つ、ポール・ウォーカー演じるブライアン・オコナーが乗る三菱エクリプス。ブライアンはこの車にニトロ噴射装置を搭載してストリートレースに挑みます。レース後は敵対するアジア人グループに襲撃され、車は爆発してしまいました。で、そのブライアンが挑んだ相手がストリートレースのキング、ドミニク・トレット。彼が乗っていたのは赤色のマツダ RX-7。 ドミニクはこの車でストリートレースに参加し、ブライアンにあっさりと勝利していました。で、そのドミニクの仲間が乗っている車は、妹のミアが水色のホンダのインテグラ。兄顔負けの運転技術でブライアンを驚かせていました。ドミニクのガールフレンドレティが乗っていたのは日産の 240SX。 彼女のドライビングテクニックも素晴らしく、後半ではトラックの下をくぐり抜ける技を見せていました。ちなみにミアを演じたジョーナナ・ブリュースターとレティを演じたミシェル・ロドリゲスは、撮影が始まった頃は車の免許を持ってなく、撮影中にドライビングテクニックを教え込まれたそうです。ただこの映画のレースシーンはほとんどが CG で作られています。その他のドミニクの仲間が乗っていた車は、ブライアンを嫌っていたヴィンスが乗っていたのが青色の日産のマキシマ。映画の序盤で登場した時にはエンジンの調子が悪いと言っていました。レオンが乗っていたのは日産スカイライン GTR。 さらにメカニックとしてかなり優秀な頭脳の持ち主で、注意欠陥障害のジェシーが乗っていたのはフォルクスワーゲンのジェッタ。ジェシーはこの車でレースウォーに参加し、お金の代わりに車の所有権をかけてしまいました。まあ、結果レースに負けてしまい、その後大変な目に遭ってしまいます。そのジェシーのレースの相手がジョニー・トラン。彼が乗っていたのはホンダの S2000。 ジェシーはちょろいもんだと言っていましたが、実はこの車はかなりのお金をかけて改造されていました。さらに物語が後半に進むと、ブライアンとドミニクが乗るこの作品の目玉となる2台の車が登場します。ブライアンが乗るのはドミニクはじめみんなで修理したトヨタのスープラ。ボロボロの車でしたが、日本からパーツを取り寄せ、ジェシーがデザインし、車体なども軽くして見事な車に仕上げていました。一方ドミニクの車はダッジチャージャーです。ドミニクが父親と作った900馬力のパワーを持つ車です。映画の後半ではブライアンの乗るスープラとドミニクの乗るダッジチャージャー2台のストリートレースを見ることができます。さらにエンドクレジット後のエピソードで、メキシコでドミニクが乗っていたのはシボレーのシェベル SS でした。ということで今回はワイルドスピードに登場したメインとなる車を紹介しましたが、こうやって見ると日本車がたくさん登場していたことがわかると思います。で、この映画ワイルドスピードによってストリートレースという若者のサブカルチャーが世間に認知されたと言っても過言ではありません。レースシーンは CG だったりしますが、監督は当時ニューヨークの違法ストリートレースを見に行ったことがきっかけでこの映画を作ることにしました。監督自身はもちろんこの映画はフィクションだけれども、レースシーンはドキュメンタリーでもあると言っています。実際映画の中にはストリートレースで有名なドライバーも出演していました。なので映画が公開された2001年当時の若者の間で流行っていたストリートレースを体感できるのが映画ワイルドスピードでもあります。ということで今回は映画ワイルドスピードについてのお話でした。